はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。まもなく11時半でございますね。はい、中央日報でございます。今日のね、お隣さんメディアはみんなこれ関係の記事を取り上げています。何かと言いますと、アメリカと今なんかお隣さんのですね、国防長官、日本でいう防衛大臣ですね、がアメリカに行ってですね、こう定期協議みたいなことをやってるらしいですね。なんか当然同盟国同士ですし、なんと言いますか、休戦中でございますから、なんせなんか定期協議みたいなことをワシントンでやっててですね、それを話し合いが行われたようなんですけども、その後本来だったらですね、記者会見をする予定だったんですね。どういう話し合いをしたかっていうことを記者に説明する会見をするのが、いつものことらしいんですけども、それが急遽中止になったというニュースがワンワンと出てます。これとあとはベルリンの話と、あと BTS の話が多いですね。なんか周りくどいこといっぱい書いてあるんですけど、ちょっと言いますと、中央日報の場合は、まず記事の見出しはですね、これですね、ちょっと日本語間違ってるんですけど、韓米戦策権転換って、これ多分ね、作戦権だと思います。をめぐる衝突、国防長官記者会見も取り消しというタイトルですね、10月15日7時34分、と言いますか、今から4時間前に出たニュースですね。最初を読みますと、韓米関係が安保と経済両側で雑音を出している、米国防総省当局者は14日、過去現地時間、ワシントンで開かれる韓米安保協議会の過去 SCM を控えて、ムンジェイン政府が望む任期内戦時作戦、戦時作戦統制権の転換に対して否定的な立場を明らかにしたと。この当局者は中央日報に戦策権転換、これも間違ってんじゃないかな、戦策という言い方ないですね、日本語では。作戦でしょうね、作戦権転換はタイムテーブルが重要なのではなく、きちんと行うことが重要だとして、時間括弧タイムフレームを決めてするよりは、条件が満たされた時転換が行われるのが大事と話した。これはまたこれ日本語間違ってるね。韓米政府が内心持っていた立場だが、これね、この多分お隣さんの誰かが日本語に訳してるんでしょうけども、ちょっとざっとすぎますね。今度はソ・ウク国防長官がワシントンを訪ねて、マーク・エスパー米国防長官と初めて SCM を開く状況から出たということから異例的だと、ようわからんけど、はい。ムン・ジェイン政府の任期内の政策権転換が不透明になったという観測が出ている。まあいいか、わーっと長い記事が続くんですけど、どういうことかと言いますと、625戦争と彼らが呼んでいる、いわゆる朝鮮戦争ですね、1950年に始まって、53年に休戦協定が成立しました。この南側、要は今お隣さん側のは国連軍がついたわけですね。昨日も言いましたけど、国連でですね、これは侵略であるということでして、国際的に対応すべきだということで、国連軍が南側を守る立場でこう入っていったわけですけど、まあ、国連軍の主体はアメリカなんですね。で、実質国連からアメリカが指揮権を、まあ、委譲されたというか、委託されたというべきでしょうね。で、アメリカ側の、まあ、当時マッカーサーという方がですね、その国連軍を指揮したわけです。国連軍の中には当然お隣さんの軍隊も入っているわけですね。他にオーストラリア、カナダ、イギリス、フィリピンとかがやってきました。で、国連軍に加わりました。でも主力はアメリカ軍と。で、現在もその国連軍であるアメリカ軍がですね、お隣さんの国内に基地を持っているわけですね。で、今休戦中でございますから、いつ再開なのかわからんというのが公式の立場ですですね。まあ、もう2、30年やってないんですけど、僕が大学生ぐらいの頃はですね、ソウルではですね、毎週何曜日とか決められた時に、うわーんって空襲警報が鳴って、みんながわーって建物の中入らなあかんというようなことをやってました。もうやらなくなって30年以上経つんちゃいますかね。だから防空壕みたいなのもいっぱいあるんです。
あのパラサイトみたいな映画で半地下の住人とかあったでしょ。あれもともと空襲余計のために作った防空壕みたいなもんなんですよ。でそこは防空壕として使ってないで一つの底あって住んでるわけですね。だから一応戦時下にあるという建前でしてですね。でもう一回始まったらやっぱり国連軍であるアメリカ軍がその指揮を取るというようになってまして、愉快のお隣さんの軍隊もアメリカ軍の指揮に従うと、作戦行動に従うということになっています。でムンジェインさんという方が今大統領ですけども、その方これが気に入らんわけですね。全く気に入らんがこのだから指揮権をこっちへよこせということを言い続けてるんですけども、昔ねそういう話あったんですよ。何年前かな、クリントンぐらいの時にそんなもうええやんそんなんて、そっちお隣さんのね、に任そうやという話があったんですけど、いつの間にか立ち消えになりました。で今またムンジェインさんがこれそれを、戻してくれ戻してくれ戻してくれってもともとなかったんですけどね、まあ、こっちへ移してくれというふうに要求をしています。でそうなるとですね、もしこうまた再開した時にですね、アメリカ軍の部隊の作戦行動については愉快のお隣さんの司令官が出すということになります。でこれアメリカは原則としてそれに応じないというわけです。小さな部隊ですね、20人とかそれくらいの部隊であればですね、他国の指揮下に委ねるということはあり得るらしいんですけども、そのまああれですね、師団クラスですから、その要は大きな部隊の指揮は委ねないと、自国の指揮官が指揮を取るというのはアメリカの原則です。だから仮に、そういうふうになった場合はですね、米軍はお隣さんから引き上げるということになろうかと思います。あるいはいるんだけども戦い方は独自にやるということになろうかと思います。でムンジェインさんの本音はですね、韓米同盟っていうのは今アメリカとお隣さんの同盟ですねを解消したいわけですね。解消してアメリカ軍の基地をどいてほしいわけですね、帰ってほしいわけですね。でその上で赤化統一と我々は言いますけども、その北と一緒になりたいと、北の方式に従っていることを統一したいという、まあ不思議な感覚をお持ちなんですけども、まあ、一定数いるんですよ。もう僕ら信じられませんけども、そういう感覚なんですよ、ムンジェインさんその一派は。いやまあそれについてなんでそういう感覚かっていうのは前の動画でもいっぱい語ってますけど、まあそれはまたまたいずれまた同じようなことを喋りたいなと思いますけど、そういう感覚でいらっしゃるんで、なんとかですねその指揮権を自分ら側に返してほしいと、その交渉に行かはったわけですね、このなんとかさんというソウクさんという国防部長官ですね、今日本では防衛大臣が言ってですね、それを言い張ったんですけど、アメリカ側はあかんが、その全然そういう時期ではないということにしてですね、多分そういう、こう会話を交わしたんでしょうね。でそういう会話を交わしたことを記者会見する、みんな漏れてしまうとですね、一般に漏れてしまうとちょっと差し障りがあるということで、アメリカ側は急遽記者会見を中止したということがですね、このニュースになっているわけでございまして、韓国側はそれを交渉したということを、まあ、残したかったんでしょうね、世間にアピールしたかったんでしょうけど、まあ、それができなくなったということでございます。でまあまあアメリカからしたらそんなもんできるわけないやんっていうことですね。そういう思惑を持ったムン・ジェインさんの言うことを聞くわけにいかんでということで、でプラスお前らはどっち同盟やねと、米韓同盟ちゃうんかと、向こうなんで向こうにやびてんねんみたいな、要はポジションスタンスの確認を迫られたんではないんかなという気がします。でまあ昨日も同じようなこと言うたんですけども、もうすでにアメリカはですねかなりの不信感を持ってるわけですね。お前らほんまの同盟国なんかと、共同してね中国に当たるやないかと、クワッドって言うんですけど、日本とアメリカとオーストラリアとインドで、開かれたインド太平洋ということを言ってですね、要は簡単には中国の進出は許さんぞと、これはなんていうかそこへこう進出してって好きなことはやらせんぞみたいな、そういう同盟にお前も入れよと言うてるんですけど、お隣さんはかたくなにこれを拒否してるわけですね。なぜ拒否してるかっていうと中国に気を使ってるわけですね、どこが韓米同盟やねんって、アメリカからするとそういう立場ですね。でお前らどっちやねんはっきりせえと、踏み絵を何回も踏まそうとしてるんですけど、うにゃ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 といつも逃げてるのがお隣さんと
ということで、まあ、そういう、まあ、お互いの立場のそういう今の言ったような関係ですね。韓国は向こうに行きたい、でもアメリカはお前どっちやねん、行くのか行かへんのか、お前ら基本的にこっちやろみたいな、それがまたこの現れた一端がこの両国のですね、防衛トップの会談とそれをめぐる記者会見の問題。ヘリコプター飛んでますね、はい、ここね、騎馬のねヘリポートがあるんでよく飛ぶんですよ、はい、というようなニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。